はい、よろしくお願いします。今日はですね、実はちょっと昨日少し会社の中でみんなで話してて、実は YouTube とか、あとうちが書いてるのはこう量子コンピューターの記事をなんか分析するツールがあるらしくて、まあ、Google アナリティクスとかそういった YouTube のアナリティクスとかあるんですけど、そういったなんかデータって結構珍しいんで、今まで書いた記事の中で一体どういったものが流行ってるのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。でですね、すごい単純で、うちの会社は結構量子コンピューターに関する記事をたくさん書いていて、まあ、その中でもやっぱり人気がある記事っていうのがどういうものなのかっていうのをちょっと簡単に今日は確認してみたいと思います。で、ちょっと時期をじゃあちょっとじゃあ去年1年ですね、2019年の1月1日から2019年の12月31日までの期間で、まあ、特に量子コンピューターの話題で、まあ、人気があった記事ですねをアクセス順で見てみたいと思います。で、まあ、10個ぐらいですかね、ちょっと見てみたいと思います。で、10個もないですね、5個にしてみましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9 9個ですね。ちょっと見てみたいです。じゃあ9位から見てみます。で、9位はですね、実は2019年5月の量子コンピューター業界っていう謎の記事です。なぜか知らないけど2019年5月ですね。2019年のなんか5月にどうやらなんか記事を書いたらしいですね。どういう記事かちょっと見てみたいと思います。で、これはですね、まあ、まず、そうですね、2019年の5月っていうとまだ Google が量子コンピューターが既存のスパコンで超えるっていうのが、まあ、ちょっとニュースになってない時期ですね。で、このニュースの記事の中でハードウェアはですね、まず超伝導の発展が止まっていて、 Google の約束していた量子超越の期限、実は Google が量子コンピューターはスパコンを超えるっていう予想をするって言われてたの、実は2019年ではなくて、実は2017年に彼らは2017年のクリスマスにスパコンを超えると発表するという実は言っていて、実質的に2年遅れでなってます。なんで2年遅れてたんで、2019年5月の段階だったらまだ Google 発表しなかったんで、まあ、全然音沙汰がないから、まあ、ちょっといけてないよねっていう。で、その間に実はイオントラップ型っていう新しいマシンが出ますよっていうのが発表があって、まあ、その性能がまあ結構いいんじゃないかというので、まあ、すごい話題になりました。あとはまあ同時期に東京大学の方で光を使った量子コンピューターっていうのを発表している。で、今までは超伝導とか言ってたのが光系が結構流行り始めてて、トロントのザナードですとか、あとはアメリカのポサイコンタムとか、新しい光系の量子コンピューターっていうのも話題になっていて、まあ、ちょっと超伝導が影が薄くなってたというような感じになってます。で、2019年の方は、まあ、もちろん普通のスタンダードな組み合わせ最適化問題とか材料計算とかの計算もあったんですけど、やはりトップのベンチャーだとやはり量子機械学習に取り掛かるものが多くて、まあ、結構機械学習系とか深層学習系の論文も5月時点で結構多かったと。あとは5月の段階だとマイクロソフト社がですね、これまで Q シャープっていうのを出してたんですけど、それはまあ今まではオープンソース化じゃなかったんですけど、まあ、オープンソース化してユーザーの囲い込みを進めるというようなことがあって、なんで2019年の5月の段階では、まあ、ちょっと量子コンピューターのハードウェアの進捗がちょっと停滞し始めて、光系のマシンですとかイオントラップ系のマシンという光系を応用したようなマシンっていうのを出始めてましたよっていうのが2019年5月の大きなニュースですね、はい。まあ、そんなニュースが流行ってました。で、じゃあ8位ですね。じゃあそんな5月8位はよいしょ、これですね、まあ、量子コンピューターの新しい生成モデル機械学習の潮流でボルツマンマシンからボルンマシンへという記事が8位ですね。で、これは実は2012年にカナダで商用化が始まった DEV 社のマシンに対して、まあ、2014年から2016年っていうのは
ボルツマンマシーンと呼ばれる機械学習のモデルが流行り始めてました。でそれまで最適化問題と解いてたものを機械学習に応用しようっていうのがあったんですけど、実はさらに最近2017年2018年2019年2020年あたりはボルンマシーンといって、そういったボルツマンマシーンよりもより簡単に機械学習のサンプリングができるようなモデルっていうのができ始めていて、それがだんだん全世界のベンチャーに浸透していったという記事をちょっと書きました。で第7位はですね、やはりそれに関連するんですけど、やっぱ機械学習ですね、量子コンピューターを使った量子機械学習というのもいろんな種類が発表されているので、そういった発表の中で、いろんな種類を まとめたような記事というのが、7位になっています。で6位はこれはですね、実はキータっていうところで、どなたか時速量子ビットっていってループ型の回路ですね、右回り左回りで電流が回るときに、右回りと左回りでこう、計算をすると使うんですけど、そのあたりの解説をハードウェアの解説原理をしたっていう記事が6位です。で5位は面白いんですけど、 GAFA の量子コンピューター戦略っていう記事で、Google とか Amazon とか Facebook とか海外のですね、メガベンチャーじゃないや、大企業で IT 大手がどういった量子コンピューター戦略を取っているかっていうのを まとめました。でこれ結構実は面白くて、やはり Google にしろ Amazon にしろ、その Facebook というか Microsoft とか IBM とかっていうのは全然違う戦略を取っていて、それぞれの、ちょっと似てるところもあるんだけど全然戦略が違うっていうのが、あります。でそれが第5位ですね。で第4位は量子コンピューターと量子アニーリングの現時点まとめという記事になっています。で実はこれはかなり、個人的にこんなの書いたっけなっていうぐらい結構よくまとまっていて、量子コンピューターとか量子アニーリングというものをどうやって使っていけばいいかっていうのが非常にきれいにまとまっています。でこれが第4位ですね。で第3位っていうのはこれ全然量子コンピューター関係なくて、AI が仕事を奪い始めてるけどどうすればいいのか考えてみるっていう記事ですね。でなぜか量子コンピューターよりも全然こっちの AI が仕事を奪い始めてる系の話題の方がやっぱみんな興味があってやってます。でこれはどういうことかっていうと、基本的にはですね、うちの会社も量子コンピューターを使って機械学習っていうのを進めてたんですけど、DAVE っていうマシンを使って、スーパーマリオをですね、自動的に学習させて解くっていうのをやったんですけど、それ見た時に、もし将来的に量子コンピューターを使って安い電力で早い計算量でたくさん機械学習ができたら、世の中どうなるかって言ったら、仕事なくなるかなみたいな結論に達して、で書いて勢いで書いた記事が第3位ですね。はい、でどんな量子コンピューターの記事よりもこれが人気があります。はい、でこれが第3位で、第2位はですね、実はちょっと、なんでこれもそんなに深く考えて書いたわけじゃないですけど、自分が量子コンピューターのエンジニアをですね、2014年から始めて、5年経ったっていう記事を書きまして、で元々は建築をやってたんですけど、元々大学時代は、建築をやるか物理やるかちょっと迷ったんですけど、結局建築を選んで建築事務所に行ってたんですけど、なんやかんやちょっといろいろあって紆余曲折を経て量子コンピューターに至ったというのをちょっとブログに書いて、実はこれ結構何回も聞かれるんで、それをブログに多分ただ書き起こしたってだけなんですけど、これがかなり、アクセス数も伸びて2位でした。で第1位は実はこれも全く関係なくて、ちょっとそこまで動画で話したんですけど、リモートワークですね、リモートワークについての記事がなぜか一番人気でして、これは量子コンピューターあんまり関係ないんですけど、うちの会社も量子コンピューターやってると、量子コンピューターって海外にしかないので、必然的にリモートワークは成立するんですけど、基本的にこのパソコンから接続して使うと。で、うちの会社も本郷に、東京大学の近くに本社があって、で会社もちゃんと机とか椅子とかあったんですけど、だんだんリモートワークっていうのを導入していくと、来る人が減ってきてきましたよっていう話ですね。でただそれ結構単純な話じゃなくて、コミュニケーションというのは非常に大事な上に、一番大事なのはやっぱ気になるのは、お給料なんですけど、じゃあ離れてる人がきちっと自分の仕事ぶりを評価してきちっとお給料に反映してくれるんですかっていうところをやっぱみんな気にしてるというのが一つと、やはりあと
全国的にやっぱりリモートワークを導入する大企業というのは増えていて、じゃあ実際にこれからリモートワークを導入したらどういった課題が出てきてどうすればいいのかというのを、まあ事前になんとなく分かるというような記事だったので、まあ、ちょっと人気が出たのかなと思います。で、まあ、結論としてはやはり体調を崩す人はうちは結構最初は多くて、リモートワーク導入の時には、まあ、ちょっと少し、やはり今までと違う仕組みなので少し体調を崩し気味という人が増えてきたんですけど、まあ、うちも2020年になって、まあ、リモートワークに関しては、まあ、だいぶそのあたりというのはノウハウがついてきて、まあ、体調を崩す人も減ってきたというような感じです。なので、9位からは2019年5月、まあ、超電導がちょっと停滞して光マシンが出てきた。で、8位ボルームマシンで新しい機械学習が出てきます。7位で量子コンピューターの機械学習総まとめ。6位と DAV の時速量子ビットというループ型の量子ビットの解説で、5位で GAFA の量子コンピューター戦略。4位量子コンピューターと量子アニリングのまとめ。で、3位 AI が仕事を奪い始めているけどどうすればいいのか。で、2位量子コンピューターエンジニアを始めて5年経ったというブログで、1位がリモートワークとな感じになっています。で、まあ、実際はちょっと なんかしないけど、まあ、結局分かったのはあんまり量子コンピューターの記事よりも一般的なみんなが関わるような記事の方がやっぱ人気があるんで、まあとは言いつつも、まあ、ちょっと量子コンピューターについてもうちょっと深掘りしていきたいと思ってるんで、まあ、次回はですねもうちょっと直近のですね1ヶ月の量子コンピューターの人気があった記事についてなんかを見てみたいなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。